はい、こんばんは、島津です。本日ね、いよいよラストイヤーザ・ナイトメアがね、発売になりました。待たされましたよ。こちらね、5対1でね、戦う非対称のね、鬼ごっこゲームになっているんですが、4年前からね、実はこのゲーム開発が進んでおりまして、当初だとね、デッドバイデイライトよりか前に出る、つまり、元祖ホラー鬼ごっことなる予定だったんですけど、まあね、いろいろあってね、4年もかかってしまって、13日と金曜日とデッドバイデイライトに遅れを取ってしまったんですけどね、やっと開発が終わったとのことでした。はい、なので遊んでいきたいと思います。こちらのゲームなんですけど、ちなみにサバイバーはキラーに攻撃をすることが可能です。だから、まあ簡単に言うと13日の金曜日に似てる感じですかね。はい、それではやっていきたいと思います。はい、あのですね、すいません、なんかこの前に今プレイしたんですけど、キーアイテムがなくなるバグが発生してて、クリアできませんでした。悲しみ。ボートキラーやりたい。で、このゲームのね、細かいところなんですけど、実はね、デモ版、ベータ版をね、プレイする機会があって、以前動画を上げているので、そちらでね、細かいことはプレイしながら説明しているので、過去のね、このラストイヤーのを見ていただければわかると思います。今回はもう、まあ結構端折ってね、説明する感じになると思うので、よろしくお願いします。こういう風にね、ちなみにキャラクターは5人いまして、好きなキャラが選べます。かといってこのキャラ自体にはね、能力っていうのは特にないんですよ。役割があって、みんなアサルト、スカウト、メディック、テクニシャンっていうね、このクラスがあって、これを自由に選択できるんですね。まあ、ただ2人以上は選べないのかな、各クラスなんで。そのね、役割をみんな果たして、うまいこと連携していって脱出を図る感じです。基本ね、団体行動を取るのがベスト。じゃないとキラーに襲われます。で、キラーなんですけどね、プレデターモードとね、通常モードっていうのがあって、プレデターモードっていうのは姿を消してね、高速で移動することが可能なんですよ。なんですけど、欠点としては、実体、ね、通常モードにならないと攻撃ができないんですね。で、通常モードになる方法なんですけど、サバイバーが見てない死角のところでしかね、切り替えることができないんですよ。プレデターモードと通常モード。だから、目の前にね、急に通常モードで現れるっていうことはないので大丈夫です。しっかり死角外に行かないと、プレデターから通常モードに切り替えることができないので、プレデターで急に襲うってことはできないです。はい、それではやっていきたいと思います。サバイバーはね、キーアイテムを集めて脱出するのが勝ち。脱出すれば勝ちですね。で、途中で資材とかがあるんで、その資材を使ってね、攻撃用のアイテム、強力なアイテムを使ってキラーを攻撃することが可能です。通常時でもね、攻撃することは可能なんですけど、ちょっとそれだと心細いので、そういった資材を集めてね、強力な武器を作ってダメージを与えていくのが、このゲームの鍵になりますね。サバイバー側の勝利と。よし、言えた。はい、それではね、やっていきたいと思います。そして、左見てください。とあるおじい様がおるんですけど、たまたまマッチしました。実はこれね、発売されたのがお昼なんですよ。だからまだね、プレイ人口が少ないみたいで、こういう風にマッチングするみたいです。ということで、特に、なんつうのかな、ディスコードで常時連携取ってるわけじゃないんですけど、一緒に遊んでいきたいと思います。新マップですね。脱出方法は、フロッピーディスクでなんかコンピューターに入れて、それでハッキングして本棚かなんかをぴょんぴょん飛んで脱出するって感じですね。ライブラリー、図書館だね。いや、自分、じゃあどうしようかな。アサルト行きたいと思います。OK、行きましょう。アサルトはね、攻撃系のクラスなんで、とても重要。
あ、ベルクラさんどれだ。あ、ベルクラさんこの子。フォロー、フォローミー、フォローミー。資材欲しいな。あった、資材多めですね。ここ新マップなんでね、ちょっと立ち回りがまだ把握しきれてない。あ、来てる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 。敵いますね。さて、よいしょ。ちょっとごめんね、強化してどうにかしてもう強くしないと。バットがあるな。メット作っとこうか。いや、メットじゃない、火炎瓶作っとこう。火炎瓶強力なんですよね。ただこの炎ね、味方にも影響があるんで、なるべくまあ、うん、そうだね、なるべく味方がいないところでやりたいですね。離れてるとき、やばいやばいやばい、すごいすごいすごい。ベルクラさんがカバーしてくれてる。このスカウトなんですけど、キラーが近くにいるかどうかっていうのをね、レーダーで探知してくれるんですよ。あれがキュイーンって光ったら近くにキラーがいます。なんか気をつけたいところ。大丈夫、私が守ります。っていうかアサルト基本前線いないといけないタイプだから。あ、上にいんの、上にいんの、あれ、やべやべ、スティンガ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 、おらバカ野郎、なめんなよ。よいしょ、マサルトが2人いて勝てると思ってんのか。よいしょ、ナイス、オッケー。フロッピー上だ。カムヒア、カムヒア、カモンカモンと言いつつ資材を取る、バカだれ。よし、上だ上だ。なるほどね、フロッピーディスクを持ってる人しか分かんないんだ、どこに入れるところがあるかっていうのは。Seriously, I need some help. Okay, 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 okay. 入れましょう入れましょう。 Okay, 入った。で次はもう一つか、もう一つフロッピーディスクを手に入れないといけない。あ、嘘嘘嘘嘘、そっちそっち。 Okay, I'm making a safe space here. Okay, okay. Oh, again.ちょうど助け助ける。よいしょ、危ない危ない、解除して OKOK NEXT NEXT ROOPY DISC。 聞こえてるかどうかはよくわかんねえな、これ大丈夫。 OK おいでおいでおいで、火炎瓶いつ使うかな。 Get the disc. 取るか。よし、 Got the disc.行こう行こう行こう。お願いね、カバカバよろしく。あれあれ、やられてるやられてる、誰あれ、え、誰がやられた。あと3人サバイバー。あれ、いつの間にかサバイバー3人になってる。助けに行ってあげて。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、スラッシャーやん、やばい。ほらよ、やべ、危ない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 、やべ、火炎瓶、火炎瓶ミスった、ミス瓶、やべ、危ない、あいだよ、火炎瓶ミスっちゃった、やられちゃった。当てられんかったね、火炎瓶、ごめんね、外しちゃった。なんかベルクラさんもやられたっぽいね、いなかったから。あ、いたっけ、ごめん、ちゃんと見てなかった。あ、ベルグラさんもやられてる。これはちょっと助け来てほしいね、この2人にどうにか頑張ってもらいたい。アサルトもしかしたら逃げる速度遅いかもね、なんかベータ版に比べてちょっとだけ足が遅い気がする。大丈夫か、自分だ自分だ、すまんな、来てる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 、いやいや、やられた。あ、頑張って、おじいさん、おじいさま、おじいさま、キラーが近くいるんで気をつけてください。やられちゃったな、おる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 、あ、今いない今いない、あれだね、 Getting you.
ありがとう。助けてもらえた。Thank you! Thank you! OK。来てる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 。どこだ？ちょっと待って、もうこれ。深い瓶使わんと。やばいやばいやばい。ああ、スウィート。大丈夫か？ちょっと待って、こっち来て、こっち来て。こっち来て。ほら、燃えろ、燃え！よーし、燃やしてやったわ。フロッピーディスク。フロッピーディスク取りに行かんと。これが火炎瓶の本来のね、能力なんですよ。めちゃくちゃ強いから、ね、当たれば、ね、うん、外せばもったいないけど、資材が。上だね、上だ上だ。行こう行こう。この人やばいな。ちょっと HP が、HP が。オッケーオッケー。ちょっと待って、大丈夫？行って行って行って。あと10分か。助けて。よいしょ。すまない、ちょっと資材もらうよ。オッケー。オッケー、カムヒー、カムヒー。オッケーオッケー。フロッピーレント、話が進まない。あ、いるいるいる。上か。やばいやばい。落ちた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 。ちょっとあれダメだ。ちょっと待って、フロッピー入れ行ってくる。すまねすまねすまね。ちょっとこれはフロッピーを入れるの第一優先。 We got the server going, so it's time to find the computer. Sorry. Sorry.次は防具だな。アップグレードできる？アップグレードできるっぽい。やったやったやった。アップグレードアップグレード。おお、こんなことができるんだ。やった、アップグレード。あの基礎的なね、そうだね、基礎武器をアップグレードすることが可能みたいです。どこどこどこスティンガー。やばいやばいやばい、やばい、入れ入れ入れ。次下下。ああ怖っ。鉄パイプ思いっきり強化してやりましたね。ここだ、ほら。あーやー、うそー。マジか、マジか、連れて行かれた。ああパワーアップしたのに、せっかく鉄パイプ。頑張って頑張ってください。残り3人引きずり込まれた。こういう風にね、そう、各ポイントにねワンパンできるポイントがあって、そこにもしキラーがいたらね、こういう風に捕まります。でちなみにね、ベルクラさんは攻撃系の武器はね確か少ないんですよ。うん、なんで資材マックスにマックスまで集めてね、強力な武器作るしかないんですね。ちなみにこのスカウターのね、が来た、ほらこれショットガンなんですよ。最強武器、最強武器ショットガン、これめっちゃ強いですから、これでぶっ破してくれればいいですね。自分どこいんのかな。ちょっと頑張って行ってくれ。これ結構でかいね。うん、スカウターが攻撃できるキャラになったんで。ただそう、やられるとね武器は消失してしまうんで、できるだけ死ぬ前に全部使い切りたいですね。助けてもらえるかな。自分ではないな、自分まだ。ああ来てる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 。いた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 。スティンガー。ああやばいやばいやばい。助けてあげて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 。ありがとうありがとう。ベルクスさん、ぶっぱ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 、ナイス。もう一発もう一発、シングルショットガンだ。ぶっぱ、ちょっとまずい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 、やばいやばいやばい。上上上、あーやられた。俺こいつこんな HP あったっけ、こんな HP あったっけ。ナイスナイスナイス。あれちょっと強化されてない。
一発か二発は当たってるはずなんだけど、一発二発、うん、そうだね、一発二発であいつダウンするはずなんだけど、ダウンしなかったね。頑張ってくれ、頑張ってくれ。よし、ナイスハッキング。で、自分どこいんの？もうね、3分4分実況の方に専念してるけど、達言来てくれる？まさか。あ、来てくれそう。頑張って頑張って。どこだろう、多分これ助け来てくれようとしてんね。自分ここ、どこだ。あ、ここだ。あ、助け来ようとしてくれてる。あ、来た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 、ありがとうございます、ありがとうございます。どうなんだろう、鉄パイプ強化された状態のまんまかね。うん、まさか基礎武器がねアップグレードできるとは思わなかったわ。ありがとうございます、ありがとうございます。あ、基礎武器のアップグレード終わったね。残念。来てるな来てるな来てる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 。これちょっと不利だな。誰？ギガンドやん。ちょっとこれ落ちた方がいい、落ちた方がいい。カム。向こう行こう向こう行こう。あっちか。60m先。来れるかな。ギガント強えからな。大丈夫？オッケーオッケー。あー、なんだ。ブロッキングしてほしいな。え、どこいるどこいる。そっちかそっちかそっちか。やばいやばい、投げられてる投げられてる。おいしょおいしょ。ボコレ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 。アサルト欲しいな、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 アサルト欲しいな。アサルト欲しいな、アサルト欲しいな、アサルト。もう一人、もう一人アサルト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 。やっべえ、 HP 高すぎ。やっぱギガント、あ、つぶちゃわれた。え、ジャンコになっちゃう。でももう結構ダメージ。あ、よし、ナイスナイスナイス、倒した倒した。いや、でもアサルトでこんだけ殴ってこれだからな、相当だよな。オッケーオッケーオッケー、とりあえずやれた。だけどあと3分ね、4分しかない。ハッキングしたいとこ、ハッキングして、あの、もう脱出したいね。お、火炎放射器作った。テクニシャンの最強武器、火炎放射器ですね。うん、だってこれも炎はね、味方にもダメージ受ける仕様になってるんで、ちゃんと範囲を考えた方がいいです。今これ整えてる感じだね、うん、大丈夫か、大丈夫。ああ言ってるけど、脱出したい。これはたとえ自分がいなくてもいいから。30秒後か、頑張ってくれ。あれ、できるはずなんだけどな、脱出いける。あいだね。あ、こ、あ、なるほどね。脱出して頑張って。あ、防御力上げましたね。これはアサルトの防具ですね。通常よりダメージを受けにくくなるんですよ。あ、もういいですいいですいいです、もう自分をほっといていいです。あ、やばいやばい、スティンガースティンガースティンガー、逃げて逃げて逃げて。今来たけど、もういいもういい、自分はいい、自分はゴー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 。スティンガー来た、スティンガーいる、危ない危ない危ない。ナイス、聞いたかな、よくわかんないけど後ろからどんどん聞こえない。島津さんがおりませんかよ。頑張って頑張って。ちなみにスカウターのね、今こうフラッシュなんだけど、相手に目くらましをすることが可能ですね。これはリチャージに結構時間がかかるっていうのが結構。ナイス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 、燃やせ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 。あ、やばいやばいやばい、ベルクラさんに火がついちゃう、危なかったな。で、今ちょっと巻き込んじゃいましたね。火炎放射器に味方のプレイヤーで死んじゃいました。よし、3人で出たね、クリア。いや、よかったですよかったです。これ一人でも脱出すれば勝ちです、こっちの。うん、ふう、まあギガントを葬れたのは結構でかかったね。ギガントは体力とね、攻撃力がまあまあで、足が遅いんですよ。体力に関しては一番です。だから
密集地でね、ギガントで来られるとね、足とか関係もないから、そう、結構きつかったんですけどね。まあ、アサルトで自分が、もう死ぬまで殴って、死ぬまで、自分が死ぬまで殴ってたおかげでね、倒すことができたんで、これはでかいかなって思いました。はい。ナイス脱出です。